はい、スタジオのグラ高木です。今回ね、カメラの一眼レフ買ったのが 6D マーク2を買ったんですけれども、なぜこれのね、動き物に強いと言われてるカメラじゃないんですけど、動き物専門に撮ってる私、ワンちゃんのばっかり撮ってる私がなぜこれ買ったんでしょうかっていうお話になり、使ってるかって言いますと、はい、こちらですね、 1DX マーク2、私がもう普段もうね、9割5分以上ほとんどこのカメラ使ってね仕事してます、ね。まあ、フラッグシップ機ってこともあるんですけれどもね、連写速度も速い、ピントの食いつきがいいですね。それから撮影中にメニューをどんどん変えて、ね、色を変えたり明るさを変えたり設定をどんどん変えながら撮るわけなんですけれども、メニューを変えるのが早い、ね、簡単なボタン操作で、どんどん設定を変えることができるんですけれども、まあそうじゃない、プロが使うっていう感じじゃないカメラっていうのは割とそういった設定の変更がね、階層の奥の深いところにあって操作の変更にね、ちょっとワンクッションかかるかなってね、そういう意味でプロ機は操作性がいいなっていうね、耐久性もいいですね。たくさんの枚数、撮影するしても壊れにくいというね、そういったところ、耐久がこちら、30万枚ですか40万枚ですか、そのぐらいメーカーがね、耐久性の目安として発表している数字があるんですけども、うちこちらね、今回買った 6D マーク2、多分、10万枚ぐらいなんじゃないですか。そういったところもありますけれどもね、普段はこちら使ってますね。でこちらね、今回ね 6D を買おうというね理由の一つがね、これ普段の仕事じゃないです。やっぱり本気で動き物を撮るのにこのカメラは選ばないです。でこの今回買った用途っていうのが何かなっていうと、YouTube とかね、動画を、撮るという方のことがやりたいですよね。はい、それからは、プライベートな、お出かけ用の時なんかに、で、今他にもね、一眼レフ持ってるわけなんですけれども、例えばこちらね、APS のサイズで、7D Mark II っていうのを持ってます。こちら連写速度も速いし、こちら動画を撮ろうと思った時にバリアングルがついてませんよね。液晶がね、やっぱり自撮りする時にね、液晶がね、前から見て液晶が見えるっていうね、こちらのようにね、前から見た時に液晶が見えるっていうカメラがね、魅力的に感じたっていうことと、それとこちら 7D で APS サイズ、撮像素子ですね、カメラ、昔のカメラでいうとフィルムですね、が小さいので、で、ボケの量がその分ね少なくなるんですね。ボケの量がある動画の方が好ましいかなっていうことをね、動画についてですね、そういうことを思いましたので、フルサイズでっていうこともあってこちらの機種を選んでるってこともありますね。はい、ボケの量だけですとね、こちらもう一個持ってるカメラですね、はい、5D Mark III っていうカメラも持ってるんですけれども、こちらもね、今言ったバリアングル、フルサイズなんだけどバリアングルがついてないとかですね、まあ、あと感度をね、もしガンガン上げていった時にね、感度1万とかね、それ以上っていう感度でね使った時に、まあ普段仕事で使ってるね、 1DX ですと感度を1万以上に上げてもそれなりに仕事に使える画質っていう風に認識して使っておるんですけども、この 5D Mark III のね、ISO 1万以上に上げた時の、ね、色っていうのが私の中ではちょっと仕事に使えるレベルじゃないなっていうふうに思ってます。で、まあ、こちらですね、 7D Mark II の場合も色はそこまで崩れないんですけども、どうしても APS サイズ素子が小さい分高感度に弱い、実際にノイズそのものは
出てくるっていうことで、でまあフルサイズがいいなと、ねね、もう一回言いますと、この7D であの 6D マーク2を入れた理由っていうのがフルサイズで あること、そして、バリアングルがついてくること、あそうそう、それとね YouTube ね、あの私が撮るのにとても大事なことが、あの MP4 のファイル形式で動画が撮れるっていうのがね、まあ、あの私の中で必要の大事だという認識があるんですけども、この 5D Mark III がね MP4 形式で動画が撮れないということで、こちらがね、ちょっと使えないなということでね、でわざわざね、仕事のメイン機じゃないんですけれども一眼レフを買ったというね、そんなお話になります。まだね実際には使ってませんので、これから実際に、使ってみてね、また何か動画にするかもしれませんけども、ちなみに最近ですはもう iPhone だけで iPhone で撮影をして iPhone で編集ですね。この動画もね iPhone で撮影してますんでね、はい、ということで、動き物専門のカメラマンが